スタンリー同年は、アメリカ合衆国の映画監督フリッツ、振付師。アメリカ風のウィットを聞かせた明朗な娯楽作品が、多く、数多くのミュージカルの作品を手掛けた。サウスカロライナ州コロンビア出身。両親共に、ユダヤ系。大学中退後、ブロードウェイの舞台でコーラスを務めていたところ主演のジーン・ケリーと意気統合し、ケリーの助手として、共に、ハリウッドへ乗り込んだ。 メトロゴールドウィンメイヤーで振付師、ダンサーとしてキャリアをスタートさせると、ケリーと共同で踊る大ニューヨーク、雨に歌えばを監督し、大ヒットに導いた。特に、雨に歌えばは、半世紀経った今なお色褪せない、ミュージカル映画の金字塔となっている。ケリーから一人立ちした後も、略奪された七人の花嫁、くたばれ、ヤンキースなどの MGM ミュージカルの改作や、 パリの恋人、シャレードなど、オードリー・ヘプバーン主演のロマンチックな作品を世に送り出した。1998年、アカデミー名誉賞を受賞。その挨拶の壇上で歌とタップダンスを披露した。著作権に関しては、どちらかというとルーズな方で、著作権表記を入れなかったためにパブリックドメインとなった作品が多い。2019年2月21日。 ニューヨークのマンハッタンにて心不全のため成居。94歳没。米国においてパブリックドメイン。ありがとうございます。